お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュラやっていくんですけど、今日はね、シーズンが終わりましたと言ったところで、もう振り返りつつね、やっていければいいかなと思いまして、まあ結果を言っちゃうと、シーズンシール231ですね。これはもう本当に、あんま言えないですけど、すごいね、良くないですね、僕にとっては。もう本当に1点もね、上げれないですね。100点満点中1点も上げたくないような順位ですね、もう。でも途中まで良かったんですね、マジで。ですね、今季何を使ったかっていうと、いろいろ使ってたんですけど、最後の最後にはこのスケラを使ってましたね。気づけばこれ。誰一人使ってる人はいないですけど、今の環境とか特にプリンス強いですし、プリンスがきついし、みたいな感じなんですけど、まあ、ただただ僕がこのデッキが得意なので、これを使ってね、結構やって、しかも、この辺しか、結構ね、勝って、8-1、この辺は今ね、世界40ぐらいだったんですよ。40、50位とか。で、結構いいラインにいたんですがですよ。エリゴレに駆られる。これ、初手エリゴレされましたね。マジで、かっちいんですよ、こんな。で、まあ、この辺ね、トル溶かしたんですけど、若干戻して、こっからっすよ、こっから。8-1でいいラインにいて、まあ、残りシーズン終了40分、45分ぐらいか。こっから、ここでね、この2連敗が痛かったっすね。このロイは、環境のロイというか、1個前のエレキ型のロイで、エレキがきつかったですね。結局、エレキが。で、クロスに負け、で、こっからですね、メガラムに負け、で、勝てるゴリにも負け、で、デッキ変えて負けきて、この辺からもう連敗の7連敗ぐらいしちゃって、なんか普段勝てるのにも勝てなくなってたーって感じでしたね。まあなんですけど、良さげなね、リプレイちゃんを、僕のね、このクラに残しているので見ていこうかなと思います。で、まあ全部スケラですね。はい、全部スケラなんですけど、この人気とか特に、陸受けもないじゃないですか。このデッキ。アイスイズボーラーバルキリーで、アイスイズを、まあ、陸受けと言っていいのかはすごい気はならないんですけど、こいつ。このね、ラムジンギに勝てたのはすごいでかいと思いますね。しかも、この PUBG っていう、プレイヤーは、めっちゃうまいやつなの。そう、毎回中身知らないですけど、うまいやつで、めちゃくちゃね。覚えてるかな？僕の YouTube をマジで、ガチ勢の人でも多分覚えてないと思うんですけど、僕がいつか 30C フリーズとかで、世界ないんかな、あれ10位かな、世界10位取った時あったと思うんですけど、ないかな、なんかそんぐらいの順位で終えた時に、勝ってれば、5位じゃあ勝ってれば5位か。そう、勝ってれば5位の試合で、負けたら、まあ、10位かぐらいのその試合の時に、この PUBG さんに当たったんですよ。で、僕が 30C フリーズで、この人がペッカー工場だったかな。そう。で、その時に負けて、一桁順位を更新できなかった時の相手ですね。と、まあ、またね、シーズン終わりにね、当たるっていう感じなんですけど、まあ、運命の再会っていうやつですかね。知らんすけど。当たって、まあ、リベンジ今回はできたんですけど、いや、もう正直無理ですね、これは。まあ、勝てたですけど、陸行きがやっぱきついのと、相手にランバー U のラムライダー、言ったら3枚ある。3枚かな？あって、こっちも一応まあ3枚あるけど、回転がちょっと遅いんですね、こっちの方が。そう、しかも、こう、なんていうんですかね、ノックバック系が僕にはボーラーしかないので、こういう時の逆サイドのランバーとかラムが止まんないんですよね、結構。そう、こういうのが苦しくて、なんでボーラー咲いてんだって感じなんですけども。まあ、ここはもう本当にフリーズを使って守るしかないんですね、前半は。痛すぎ、マジでちょっと入ってるしな。まあですが、もうこういうのも許容ですね。本当に許容。許容という名のもう、ね、守れないからもう無視してるだけなんですけども。まあ相手としては、インドラがやっぱきついですね、僕の。まあ僕も相手のインドラがきついんですけども、お互いインドラがきついよねっていう、試合展開になっていくと思います。で、本当にこう僕、いつおられてもいいような試合をね、繰り広げてますね。さあ、こっからですね、もう怖いよ。マジで怖いね、これ。で、とりあえずラムにはボーラーで、マジアチャに抜かれないようにユニットを出していきつつ、で、ここで言うのには陸行きが間に合わないので、トルネを使ってね、耐えて引きますと。もう守りですね。もう攻めた瞬間終わりみたいな、なりますね。コスト間に合わなくて、軽く防御されて、フルカウンター来て。なので、もう本当に今まだスケラ一回も打ってないと思うんですけど、なんで、ガーインもしてますね、ずっと。ガーインも。
で、フリーズ使って、これどうして？ああ、ビビでも持ったのか。怖え、めっちゃいい防衛してる、でもこれ。ああ、マジエちゃんのタケ取りつつ、インドも処理して。で、こっからどうすんだ？ああ、で、右ボーラーで受けるでしょ？ああ、ほんとこんな感じになりますね。陸受けがやっぱ、間に合わないので、回転がちょっと遅いんでね、一枚一枚重めなデッキなんで。ですが、こう、しっかり守れるのは守れるんですよ、意外と。なので、しっかり守って守って、チャンスを伺うっていうのが大事ですね。もう一回こう、相手の攻めを、ああ、ここ攻めちゃおうってこう、軽く攻めちゃうと、まあそんなダメージ入らないし、フルカウンター来てね、もう本当に終わっちゃうので、チャンス伺って伺ってですね、さあ、ここで行くからの端前ランバー来て、これは美味しく焼ける。これ美味しいですね。で、フリーズパッキン。さあ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 、相手は、まあ、イントラ追加が多分来ないと思ったというか、そこで普通にスケラだと思ったら、マスカのイントラ追加されちゃったっていう悲しいお話だと思いますね。ああ、ここトレネで銀河起動すればよかったな。バルキリーで普通に防衛しちゃってるな。さあ、これ一応まあマジアチャ警戒ですね。相手のこのファイブによって僕のインドラが若干生きてくれるっていうありがたいファイブが降ってきましたね。で、ここでフリーズをすると相手のキングラのマジアチャでスケラー抑えられちゃうんでね。一回ね、一回待つっていうのがやっぱ大事なんですよね。もうクラロットほんと我慢っていうか、こう、めっちゃすごい人たちだともう残り200ぐらいのタワーをお互い守りまくるみたいなのあるじゃないですか。よくディガーをね、ディガーで拾ってみたいな。そう、我慢ゲーですね。こういうの特に。粘って粘って粘れば最後にチャンスが訪れる的なやつですね。なのでしっかり僕はもう我慢して我慢して我慢してで、相手はもうこれで決め切ろうと思ってますね。もう時間がないので。まあそしたらインドラがね、こうたまたまブース刺さって、まあ、ブース刺さってなくても左のタワーね、もう700まで削ってるんで、まあ勝ちかなと言ったところで、まあ攻めすぎないっていうのが結構大事なんじゃないかなと思います。まあデッキでもよると思うんですけど、高回転のあのデッキだと逆にね、めっちゃ攻めないといけないとかあると思うんですけど、この僕のね、このこう防衛重視スキラは攻めないっていうのが大事になってきますね。基本的にユニットが残るので、スペルね、相手のスペルでも全部耐えちゃうので、この子たちロケット以外全部耐えちゃうので、もう守って守ってすると気づいたら勝手に攻め入れの形ができてるみたいな感じですね。はい、というわけで、まあ、トリプレイ何本か流すんですが、シーズンが変わるというか、アップデートが来るっぽいんでね、それについてもちょっと話せたらいいかなと思いますね。マルチのやつは、もう、また来月ね、来月頑張りたいと思いますね。本当に、どうしようかね、そろそろね、本当準更新をしたいですね、非常に。あとはまあ、もっと上に、安定したいんですがね、いつも言ってますが、本当に勝てないですね。勝てないというか、難しいですね。やっぱでも上に行けば行くほど高回転のデッキがメインになってくるんですよね。こう相性差をひっくり返せるっていうので。なんでこう、本当に重量級とかで世界一とかほぼ見たことないですね。マルチのフィニッシュは。基本的になんか高回転デッキ、こうまあ中型から高回転目がやっぱ多いので、もっともっとなんかね、いい感じの、てか高回転系を触れなきゃだなぁとは思ってますがね。すごい大変なんですよね。さあ、というわけで、来シーズンの修正がまあ出てるんですけど、一応知らない方のためにね、軽く。あ、ここのトレンド見て。ピュー見て、ウォールブレイカーを緊起動。一発向けずに。このトレンド皆さん覚えていてくださいね。大事です。で、来シーズンなんと、トリトンがね、情報修正されます。そして、ザッピーがリワークっていうんですかね、こうちょっと攻撃力上げるか下げるかで、攻撃速度上げるか下げるかみたいな感じの、まあ、リワーク、ちょっといじってみたよみたいな、面白くしてみたよみたいな感じの、まあ運営の気分の遊びみたいな感じですね。で、下方に2枚あったロケット星のノックバックが 25% 下がるので、なんか前ほどめっちゃ下がんなくなるけど、まあ結局強いんじゃねーと思うんですけどね、どうなんだろうっていうた部分と、あと1枚、まあ、スケドラか、スケドラの火力が、まあ、下がりますね。で、まあ、スケドラとか、まあ、言ったらガゴムレとかもなんですけど、あれヤナアメとかファイブでワンパンされるじゃないですか。ワンパンされるんですけど、こう
ユニット、端前でね、相手のユニットに対してパッて出した時に、相手がまあ、こう、スペルを打ってくるまでに、ちょっとは活躍するんですよね。こう、火力が高いからですね。DPS が高いからっていうんですけど、コウモリとかも特に、こう、すぐ処理されても火力が高いから、ちょっと活躍するみたいな感じで、ガゴムレとか、まあその、スケドラも、キング5打たれて死んじゃいますけど、4コスで、4コス効果、5でね。で、でも結構火力出て、相手のユニット溶かすから、まあ別にいいみたいな感じなんですけども、火力が下がると、その活躍量がちょっとね、下がるのでどうなんだろうって。またホバーとかがね、戻ってくればね、僕としてはね、非常に嬉しいですね。ホバー好きなんですよね。でもホバーもマジアチャも、なんですけども、もう全部ね、こう、同じような感じじゃないですか。全員5で死ぬけど、こう、全員違って良さがあるみたいな。僕はちょっと一押しはホバなんですけど、なんでスケドラがちょっといなくなってくれるとね、まあ言ってもいいのかな。ホバ使ってる人いないけど、たまたまホバ使ったらでもファイボしか今いないですからね。辛い環境ですね。そんな感じですかね。まああとはトリトンがどうなの。トリトンが、投げるまでが早くなるんだっけな。なんかそんな感じがしたな。と、もう一個強化があったな。まあそんな感じか。トリトンが増えたら、なんだろうね、ちょっと面白そう。今、ホグが結構強いですね。ホグが強くて、あと何が強いんだろう。ホグと、何が強いんだろうね。まあ、そんな感じなので、ホグがちょっと戦いにくくなりそうっていうのと、まあ、トリトン入りのロイジャイだったり、ラバだったり、まあ、そんな感じか。なんか、トリトンが入るから、大きくどうこうっていうのは、あんまむずいですね。あんまむずいですが、ね、まあそんな感じで、ちょっとでも楽しみですね。また、ピュッて環境変わりそうですね。まあザッピーが増えたら、ザッピー、スケドラ顔されたからわかんないですけど、まあザッピー、スケドラ、ロイホグ、ね、ヒースピーみたいな絶対入ると思いますし、まあ、ザッピーは大型メタなので、大型はね、また苦しい環境が来るんじゃないかなと、まあ思いますね。さあ、この2試合どっち見ようかな。ジャイスキラー、まあ両方見ちゃえばいいか。さては。さあ、というわけで、もう情報修正については、あ、ヒースピが顔をされなかったぐらいかな、多分。こう、皆さんが気になる部分。だと、まあ、ヒースピが顔をされない。まあ、ヒースピ正直顔していいですね。あれは回復量が多すぎるので、もうシンプルにヒースピをなくしてヒーロー元としてもいいまで。まあ、あるんですけども。まあ、ヒースピ僕も愛用してるんでね。全然いいんですが、まあ、回復量が高いですね、明らかに。まあ、いずれ、結局今シーズン顔をされなくても、来シーズンか、まあ、そろそろ、いつかね。は、結局は顔をされると思いますね、さすがに。はい。まあ、あとはなんだろうね。個人的顔をしてほしいな、ゴールとかですかね。なんか、強くねっていう。個人的に。メタカードが多いですけど、デッキパワーがね、すごい高い気がするんですよね。まあ、ただアンチなだけなんですけど、さあ、まあこの試合のね、解説もしていきましょうかね。なんかもう、喋ることがなくなりますね。シーズン振り返りって言っても、こう、上がんなかったなーぐらいしか本当に言うことがないですね。なんか。で、まあ、これ、ジェイスキラも、このセイントベリキンって人は上手い人なんですけど、このセイントベリキンは、こう、いろんなデッキを使う万能タイプなんですよね。そう、環境に合わせてデッキ使うし、みたいな。で、昔からのずっとこう、古参プレイヤーで有名な人なんですけど、あー、ここのフリーズしちゃったっすね。こういうのがね、良くない。しかも、コウモリなんか出す位置が上手かったですね。相手もフリーズ警戒してるのかわかんないですけど。さあ、コサンプレイヤーで、まあ、なんで、このジャイスキラーはめっちゃ得意としてる有名な人ではなかったんですよね。なんか、ジャイスキラーは、一回ボコボコにされたんですよね、今日。そう、別のプレイヤーにボコボコにされたんですけど、こう、奇跡的に勝てたんでね、今回。まあね、紹介するんですが。で、あとは街ですね。こういう時に、まあ、大型に対して基本的に強いんですけど、このデッキは、大型にも、まあ、小物にも、こう、相手がユニット出してないのに、ユニットっぽいって出すと、1枚が4コス以上なので、基本的に、アイスイズ以外。そしたらもう6コスしかないんで、逆サイに10コスで攻められると、もう守れなくなっちゃうんですよ。なので、ここで僕がユニット1体割いたら、その瞬間逆サイにジャイスから来るんですよ。だからもうどうするのって感じなんで、待つしかないです。で、相手も、ユニット出したら、まあ、あれだよねっていう、こう、カウンター来るよねっていうので、こう、お互いね、こんな感じで、ちょっと、様子見合いがね、ありますね。まあ、相手も逆サイ攻めるしかねえと思って、攻めて、こんな感じになっちゃってます、ね。
ここのマツケットがちょっと美味しいですね。で、コウモリ警戒でベビドラも出すし、で、これがもう止まんないですね。相手はもうコウモリとかベビ出してるので、じゃない、マスケを出してるので、で、この J は速攻インドで焼いてあげて、なんか、こんな感じ、相性いいように見えますけど、なんかこう、上手いプレイヤーほど、この J スキラでめっちゃ左右振ってきますね。なんか、ケツ、マスケからの逆サイ J ミニペとか、ケツマスケからの、なんか、同サイ J 合わせつつ逆サイ単体ミニペとか、なんかこう、バリエーションが多いんですね。上手い人ほど、こう、攻めのバリエーションが多いっていう印象がありますね。そうなんで、僕もこういうデッキだとユニット固めすぎですが、まあ、特にクロスとかだと立ち回りめちゃくちゃ変わって、後ろからすごいユニット出すんですよね。そう、なんか両サイドに、このスケラでも両サイ攻めするんだ、みたいな。まあ、両サイ受けみたいな感じなんですけど、今回クロスのリプレイなかったっすけど、まあ、なんか、こう、やっぱ攻めのバリエーションを増やすっていうのがね、非常に大事だと思いますね。上手い人ほど単体でスケルトン部隊逆サイドとか、すごいありますね。なんで、こうなんか今までしなかった攻めをしてみるのも結構いいかなとね、思いますね。なんで僕もこう、ずっとこのデッキっていうか、まあ結構使ってますけど、やっぱ勝てない相手に同じことしてても結構勝てないんで、何かこう、違うことを見つけないといけないんですよね。で、このデッキ意外とこう、クロスに勝てるんですけど、このスケラ。いいと思うじゃないですか。クロスにだけは絶対勝てないじゃんと思うんですけど、まあ、勝てないんですけど、別に絶対ではないくて、勝ってる可能性があって、それも、こう、他のプレイヤーがこのデッキ使ってて、海外のね、スケラが上手いプレイヤーが使ってたんですけど、そのプレイヤーの、こう、試合見てたら、こう、たまたまクロスしてて、しかもなんかすごいんですよね。もう、同サイドにユニットこう、固めるんですけど、もう両サイド、ケツからケツからでずっとユニット流したら、気づいたらユニットが残ってるんですよ、めっちゃ。端にね。そしたら、ま、スケラ打ってみたいなので、勝ってるのがあって、そういうの真似して、お、意外と勝ってるじゃんみたいな発見がね、ありましたねって。一発目の攻めのダメージ、いてぇ、ダメージ受けすぎでしょ。しかもこの相手、僕が8000の時に、8200くらいあって、これ勝てば40ちょっとね、もらえる、美味しい人ですね。しかもま、この環境のデッキでここまで上がってると、ま、上手い人ですね。さあ、ってなわけなんですけど、まあ、本当に、このプリンス環境で、このプリンス受けがないね、このデッキを使うのは結構こう、ド M に値するんですけど、決してね、そういうわけではございません。一応ね、一応言っとくんですけどね、一応ね、ただこのデッキが好きなだけです。で、てかまあ環境に刺さると思ったんですよね。だからこのロイが今流行ってて、このロイの弱点ってまあスケラだと思ってるんですよ。まあなぜならファイブだからとロケ砲だから。ロケ砲もファイブもスケラに弱くて、で、普通にインドにも弱いから、普通にこのスケラ強くねと思って、けど、まあ、悪くはなかったですね、結構環境には。まあ、ですが、まあ、あれですね、スケドラがちょっと厄介ではありますね。まあ、けど、なんか急に、てかさっきのスケラでめっちゃダメージ入ったのがでかいですね。で、こう相手もファイブウッドなので、なかなかね、突破できないですね。インドラのリセット5打たないといけないし、5をインドラに打ったらカウンター来るしみたいなところで、ここ相手がハシマイプリンスが多分良くないですね、これ。このハシマイプリンスによって、ウッド遅れてめっちゃダメージ稼げて、ここがめっちゃでかかったですね。これ。で、相手ももう時間ないので攻めるしかない。で、僕は落ち着いて範囲攻撃をスペルで、一緒に処理されないところに出して、エポーエトリネをかけてあげるだけと、で、ここ怖いよ、怖いよ、と思いながらね。ほんとね、ここが多分40もらえるっていう時の試合ほどなんかね、楽しいものないですよ。まあ、負けたら、ああ、負けたってなっちゃいますけど。で、これ、負け筋、僕は削りスペルがフリーズしかなくて、トリネと。トリネフリーズだけじゃ削れないので、こう、丁寧にね、こう、スケラをパッて適当に打つんじゃなくて、落ち着いてね、確実にスケラプラスフリーズ打てるようにしないと、最後ワンパン持っていかれるよね、と思いつつ、しっかり防衛していきますね。さあ、で、ここはもう遅延プラスのベビーで耐えれて、ここはもうね、さあ、スケルトンらしからのフリーズバッキンで決めていくと、めった感じですね。ほんと、環境悪くはないと思ったんですけどね。まあ、めっちゃいいかって言われるとわかんないですけど、まあ結局、途中連勝もしましたし、最後連敗もしちゃったんで、こう、まあ、結局その時の集中力とか、
そういう立ち回り次第なのかなというのはまあありますねと。ところで皆さんもね、トロアゲお疲れ様でした。まあ来シーズンもね、頑張りましょうと。ところで、まあ今日はこんな感じで終わろうかな。本当に、トロアゲマジで頑張ります。頑張ります。ここね、なんかもっといい順位にしたいですね。これもう一個のアカウントの方が多分綺麗なんですけども。はい、と。いうわけで、よければチャンネル登録と高評価とね、コメントの方もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。